こんにちは。バイオリニストの竹澤京子です。この9月2日金曜日、東京オペラシティコンサートホールにて、エルガーのバイオリンコンチェルトをマエストロ高関健さんの指揮で、東京シティフィルハモニック管弦楽団の皆様と共演させていただきます。このエルガーという作曲家は、日本では例えば威風堂々であるとか、まあ、オーケストラの曲で、まあ、エニグマバリエーション、そして何といっても名曲である、チェロ協奏曲が有名かと思いますけれども、バイオリンの作品としてはそんなにたくさん書いているというわけではないようでして、今回演奏させていただきますコンチェルト以外ではバイオリンソナタがありまして、あとは小品が何曲かありますが、まあ、その中で一番有名なのが愛の挨拶、とても愛らしいメロディーの、作品だと思いますけれども、私にとりましてこのエルガーのバイオリンコンチェルトという曲は、そうですね、高校生の頃、何回かレコーディングであるとか、または学校でのマスタークラスであるとか、そういった機会にこのエルガーのコンチェルトという曲を聞いたりすることはあったんですけれども、まあ、聞くたびに、まあ、とにかくこう作品自体がまあ50分近くという膨大な作品でありますし、一つ一つの、モチーフやメロディーはとても魅力的なんですけれども、とにかくこうそれが折り重なるように、書かれていて、そしてそれらのモチーフやフレーズやラインであったりを、この50分近い作品になっているこの膨大なものとして、まとめてこう演奏できるというような、そういった、まあ、力が自分にはとてもないなと思って、なかなかこう、そうですね、演奏してみるというところまでいかなかったんですね。ですが、まあ演奏活動を始めて何年かして、まあ、レコーディングもいくつかさせていただいている中で、今度、どんな曲を録音しましょうかという話になった時に、そうですね、まあ、それまでマエストロである、サー・コリン・デイビスさん、彼とは何度か共演させていただいたり、まあ、ブラームスのバイオリンコンチェルトを録音させていただいたりという機会があって、それで今回のレコーディングを、サー・コリン・デイビスさん、認識していただけるということでしたので、であるならば、まあイギリスの、指揮者でいらっしゃいますし、思い切ってこの今までなかなか手をつけられなかったこのエルガーのバイオリンコンチェルトにぜひとも挑んでみたいという、やっとその時にそのような気持ちになりまして、そしてもうこれはとにかく対局でありますから、もうそのエルガーの作品、のみ集中する時間を作りまして、もう勉強しまして、準備をしたわけなんですけれども、まあなんでこんなに50分も、長い曲になったのかなっていうことなんですけれども、とにかく、まあ、音符自体がとても多いんですね。で、そしてとっても細かくそのエルガーが、どんな風に弾いてほしいというようなインディケーションですね、クレッシェンドであるとかディミニエンドであるとか強弱の、マーキングですとか、あとはテンポチェンジがとってもたくさんありますなんですけれども、もうとにかくそれらのどうしてここにそういった、インディケーションが必要なのかということを一つ一つやっぱりこう自分なりに理解して、そしてそれを消化して、でそれが自然な形になるまで本当に消化しなければならないというところはとても難しいんですね。でそれをこう全体として説得力のあるようにまとめるというところがチャレンジで、さらにもう一つすごく大きなチャレンジとしましては、三楽章のもう本当にこの何十分も弾いてきて、集中力も使って体力も使って弾いてきた最後の最後に
これまたまあ、よく指揮者の先生おっしゃるんですけど、指揮者泣かせの、カデンツァがあるんですね。でカデンツァというのは、まあ、基本的には一人で弾くというスタンスかと思うんですけれども、この作品のカデンツァはオーケストラも一緒になって、とてもフリーなスタイルで演奏していくというものなので、こちらもそのテンポ的にこう決まったパルスがあるというわけではなく、弾き進めていきますから、その細かいパッセージのそのルバートだとかそういったところを、本当に指揮者の先生と、こう密にコミュニケーションをとって、そして作っていかなければならないという、とてつもない集中力を使うセクションが最後の最後にやってくるというところですね。まあでもとてもそれは聞いてくださる皆さんにとっても聞きどころでもありますので、どんな風にオーケストラとこうやり取りをして、最後の最後にそのね印象的なカデンツァがあるかというところをも聞いていただきたいんですけれども、何度かそれから録音しましてから演奏させてはいただいてるんですけれども、まあ弾くたびに思うことは、それらの細かいインディケーションの書かれたそのエルガーの人間のとてもこう一言では表せられない感情ですね、その感情の変化揺れですとか、そういった細かいその感情の機微がこの作品の中で表されていると思うんですけれども、そういったこう繊細な部分を表現していくにあたって、このエルガーさんはそういった形でたくさんの音符を使って、そしてこの揺れもそのテンポの中にこう織り込んでいって、そして構成していって大きな、作品にしていったっていうことなんではないかなと思うんですね。ですから、生きていくその一人のこのもう人生の中で感じる全ての感情が入ってるんではないかなというぐらい、に感じます。で、まあ、エルガー自身もとにかくすごくエモーショナルな作品になってしまって、もしかしたらそれが、トゥーマッチかもしれないけれども、でも私はこの作品がとても大好きだというようなことを手紙に書いているようなんですけれども、まあ、当時、ウィーンのバイオリニストフリッツ・クライスラーさん、彼に、がおっしゃるには、今この時代で生きている作曲家として世界的に見てもグレイテスト、偉大なる作曲家はこのエルガーさんであると、そういうふうにおっしゃられてるんですね。でそれだからこそ彼がね、バイオリン、コンチェルトを、書いてくれないかなというところから、この作品はフリッツ・クライスラーさんに捧げるというふうに、楽譜にもプリントされていますけれども、まあそんなことで、このクライスラーさんの情熱によって生まれたとも言えるのかもしれないですけれども、とにかくそんなわけでこの度この大作を、日本の皆様、に高関健さんの指揮で東京シティフィルハーモニックの皆様と演奏できるということ、もうこの曲を弾くときは毎回大きなチャレンジであるという、ことが言えるんですけれども、ですけれども今回指揮をしてくださいますマエストロ高関さんは、私の東方時代の大先輩でありまして、で今まで本当にいろんな作曲家の作品を演奏させていただいてるんですね。ストラヴィンスキーであるとか、バーバーであるとか、もちろんそのチャイコスキーであるとか、そういったロマンティックな作曲家の作品もあるんですけれども、ですので、お互いに、どういったタイプの演奏であるかであるかということは高関さん先生も、よく理解してくださっていると思うので、もうその辺のところはすごく安心してこの作品を演奏できる、と思います。もしよろしければ、なかなか日本で演奏される機会の少ない作品ですので、ぜひとも、
総会にいらしていただけました。私としては嬉しいです。会場で皆様にお会いできますことを楽しみにしております。